皆さんこんにちは、阿部剛です。皆さんお正月はいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、まあ高校の時に、スノボーをやり始め、そしてそれから、まあ、あまり日本にいる時間がなかったのでスノボーはしばらくやってなくて、でちょっと最近冬のスポーツを、したいなと思いまして、まあ、まだ今寒くて雪が積もってるんで、近々スノボーに行けたらいいなと思っております。お正月、中国のお正月、9歳まで、黒竜江省っていうところで生活してたんですけど、中国のお正月はめちゃくちゃにぎやかなんですよ。みんな家族で集まって、で花火、爆竹とかそういういろんなものを買ってきて、もう段ボールで、こんぐらいでっかい段ボールで2、3個とか買ってくるんですけど、それをまあ中国でいうと旧正月なんですけど、旧正月の夜12時にみんな近所とかっていうか、多分中国全土でその12時になった瞬間に鐘が鳴るんです。その鐘と同時に花火に火をつけて、もう音もすごいし、もう花火も飛ぶわ。でそれがもう高いところに住んでれば、多分花火をやってるところがいっぱい見えるんですよ。結構綺麗なんですけど、そういうその花火から始まり、そして、みんなで餃子を食べ、でその餃子もまた面白いんですけど、餃子の中にお金、コインを入れるんですよ。例えば日本で言うと、まあ、10円とか5円とかをその餃子、もちろんきれいにして餃子の中に包んで、で何個かその包むんですけど、でその中のそれを食べたら今年はいいことがあるよみたいな、そういう習慣があったりして、で餃子を食べて、そんで中国でいう紅白みたいな番組もあるんですけど、それを見ながらお正月を過ごすという結構にぎやかな過ごし方なんですけど、しばらくもうその中国で旧正月を過ごしたことがなくてね、結構懐かしいというか、またそういう雰囲気も味わってみたいなって思ったりもするんですけど、でもなかなかタイミング的に旧正月中国に帰れなくて、まあ今黒竜江省におばあちゃんまでいるんですけど、いるうちに、まあ、近々またおばあちゃんに会いに行けたらいいなと思っております。まず冬のスポーツでスノボを行けたらいいなと思っております。また近々動画アップするので皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。